青コーナー町田ひかる、赤コーナー西岡レタ。さて63kg契約3分3ラウンドです。シュートボクシンググラウンドゼロ東京2019のセミファイナル、再びシュートボクシングのリングにやってきました町田ひかるを日本ライト級チャンピオンの西岡レンタが迎え撃ちます。ラウンド1、さあ試合がスタートしました。西岡は黒のロングスパッツ、そして町田はショートトランクスを履いての登場となりました。さあ大江さん、再び町田がこのシュートボクシングにやってきましたね。いやー、この間の村田戦のねバックドロップにはびっくりしましたよ、本当に。まあ、本来であれば逆のはずなんですよね。もちろんそうですし、まあ、試合のコントロールも素晴らしいですしね。ただその居合抜きのパフォーマンスだけの選手じゃないんですよね。ボディ組んできます。投げ打つのか、投げ狙いでしょう、先に町田から組んできました、ね、このこういう深い取り方はもうバックドロップ狙いでしょうね。本来であればこれはシュートボクサーが見せる狙う動きなんですが、いやー驚きです。町田がやっぱりこう6月のあの試合で何かこう勘を掴んだんですかね。なんかその投げに対する、はい、まあ、勘を掴んだのもありますし、ドカーンと湧いた、ね、あの感覚が忘れられないのかな、はい、ミドルキック、まあ、キックボクシングではないお客さんの、ね、はい、湧く場所ですから、町田からまた組みに行きます。そして膝も使います。まあ、もろ差しになりまして、この西岡の脇が空いているところを膝を使っていきました。まあ、しかしこのシュートボクシングの牙城を守るという意味でもこれ西岡にかかる期待というのは大きいですよね。いやもう左、はい、ね、派手なノックアウトでもしてくれないと、ここのところのね、今数試合やったところのちょっと暗いムードは払拭されないですよ ね、 そうですね。いい形でメインイベントにつなげてほしいですよね、はい。まあ、現在6連勝という、まあ、結果を残している西岡です。西岡にとってもここはしっかりと勝っておきたいところです。ただ町田もまあライジンでは結果を残すことができませんでした。もう一度自分の力を試すためにもこのリングに上がりたい、そして戻ってきたということを語っていました。ワンツー、少し距離が遠いでしょうか。西岡から組んできます。ここまでの動き比較していかがですか、大江さん。やっぱりレンタは大きいのを、ね、狙ってますしね、パンチで、はい、アパー、ちょっと町田選手の方は逆にね、本当に組んで投げを狙ってるんでしょうかね。あとね、やっぱり組んだ時のそのコントロールが上手ですよ、はい、レンタも一生懸命外に振ろうとしたりだとか、はい、バランスを崩そうとしてるんですけども、ただその町田選手のバランスは崩せないですよね。残りが10秒を切ります。第1ラウンド、ジャブを打ちます西岡です。関西の星と言われます西岡。ワンツー、まあ、このワンツーからもう少し続けたいですよね。あっとここでジャブ打ったところでゴング、第1ラウンドが終了です。まあ、1ラウンドなんでまだね、その3つ目出さないのかもしれませんけど、まあ、もう2ラウンド目はペースを上げていかなきゃいけないですね、はい。さて第1ラウンドを終えてですが、まあ、先ほど2人の印象を伺いましたけども、どうでしょうか、この手数という部分でいうとどんな印象を受けられました。1ラウンドはやってることが違いましたから、まあ、その組に徹した町田選手とやっぱり大きいパンチを当てたいレッタの戦いだったよね、はい、だからやっぱりくっついちゃうとそのレッタの攻撃は死にますし、はい、離れるとまあうまくしのいでる感じで距離感を取って町田選手ね、バチンというヒットを盛らないですね、はい、この2ラウンド以降でどういう戦い方にしてくるかですね。さて試合は第2ラウンドへと向かいます。ラウンド2、さあ第2ラウンドが始まりました。外敵として再びこのシュートボクシングに上がってきました町田です。ショートトランクス、そしてロングスパッツが西岡、西岡おっと左にジャブ、そろそろ連打が欲しい、この自分の流れをつかみたいところです。まあでもこれでこの組んできた、ね、組んでいくもんね、状態のコントロールが上手なんですよ、あの流し方とかね、はい、
町田の方から積極的に組んできます。おっ、いやい抜かない、パンチ、いやいや抜きませんでしたね。鼻から血が出ている町田、いやいパンチ出ました。いやショートのいいフックですよね。見せます。そして組んだ西岡も警戒しています。そしてこの組んだ状態での膝です。上手ですね。ちょっと連打困ってますよね。まあ、この組んでの膝というのは有効なわけですよね。もちろんですね。まあ、自分から正面からこうタックルですかね、こう組みに行く動きを見せます町田です。まあ、それからの居合いパンチ、西岡としてはやはりこの惑わされないことが大事になりますか。だからその離れるかつくかというところでおいて言えば、その連打のパンチを警戒しているところもあるんでしょうね。はい、中間距離だと連打も強いパンチ持ってますからね。右出しました西岡、足を掴んで、さあ組んだ。だからこのメリハリが効いてるんですよ、やっぱりその辺も上手なんですよね、はい、試合巧者ですよね。右出しました、ガードしています町田。残りが1分切っています。第2ラウンド、右町田の右、バランスを崩しました。今の町田の右のパンチどうですかね。いや当たってますよ。だからこの辺で、連打が警戒し始めて半歩でも踏み込みが甘くなることがあれば、はい、ます町田ペースになってきますよね。これ組んで何度も倒されてますが、いやこれもスタミナを奪われるんですよね、はい、倒れて起き上がるというのが一番疲れますからね、体力消耗しますから。塩岡がこれ消耗してるでしょうか、心配です。足を掴んだ、蹴り足を掴みました、ね、倒れます。いくつもこういう展開ですよね、はい、倒れては起き上がる動き。残りが10秒を切りました。第2ラウンド時間がありません。第2ラウンド、おお右ストレート出ました西岡。ここでゴング、第2ラウンドが終了。このレンタがいいパンチをかすめてもその3つ目を打たせないんですよ。その3つ目にはもうパッと踏んで、くっついきますからね、はい、ちょっとさすがにレンタもパンチを打てないですよね。ただその辺のしのぎ方は分かってるんですよね、はい、これもう最終ラウンドですよね。そうですね、次が最後です。早いな。タレンタも豪快な、ね、パンチ持ってるのはいいんですけど、ここのパンチ以外のところにおいてもその散らす足技とかが必要ですよね、うん、こう試合の上手な選手に対してはあのパンチをしのげばというところでしのいでくっつくことによってのレンタの最大の武器をねかわすことができるわけですからね、はい、ただこのラウンドは町田選手はポイントを取らなきゃいけないですから、まあ、またもしかしたら投げなり何か新しいことを仕掛けてくるかもしれないですよ。ここまでジャッジ採点は差がありません、はい、いよいよ最後のラウンドです、まあ、シュートポイントが入ればこれ差がつきますからね。そうですね、まあ、町田にはやはりそういった、まあ、技があります。蹴り足を使いました西岡です。右フック上手ですね。必ず上になりますよね、はい、まあ、2ラウンド以降こうやって倒される場面が目立ちます西岡、まあ、さっきも言いましたがそのスタミナの部分もちょっと心配ではあります。また組んだ、組んで膝です。これはシュートポイントにはなりません。必ず上になるんですよ、はい、印象な問題なんですよ、はい、上になって自分が先に起き上がるというね、ボディ、これがまた絶妙なうまさですよ、ね、はい、これは連打やりにくいな。四つになりました。おーっと左右カウンターです。そして投げを狙うか町田、カウンターの右からおっと足をかけました。うまいですね、まあ、1回のシュートポイントを1つでも取ればこれはポイント有利になります。
町田はシュートボクシングの戦い方にアジャストしてきました。あっと西岡投げを狙いましたが踏ん張りました、まあ、こういうところでも上になります町田です。さて残りが少なくなってきました。組んだまま組の展開、今度は西岡が投げましたがシュートポイントにはなりません。お互いに投げを狙う展開が続く。さて残り時間が1分を切ります。いやもうあと1分ですからね。いや時間ないですね。はい、綺麗にお互い投げが決まりません。まあこの終盤で互いにシュートポイントを狙いに行くんでしょうか。お互い投げを狙う展開。おっとショートのパンチ西岡当てた。そして細かい膝を当てる町田。残りが30秒切っている。レフリーが止めます。少し組が多くなってきた。投げるシュートポイントか。シュートポイントここで出ました。これを1ラウンドからやりたかったんですよ、ようやく後方へ投げが出ました。これもうラスト10秒で2ポイントでかいですよ。時間がない。さあ組んだ状態で西岡投げるか。西岡投げるか。今度は西岡投げを狙う。投げを狙う。ただ時間がありません。ここで逃げ切ったか町田。逃げ切ったか。これはすごい考えてましたかね、もしかすると。いやいやもうね、バックドロップにしろ今ジャーマンになりましたけども、はい、1ラウンドから狙ってましたよね、ただそれを3ラウンド最終ラウンドのラスト10秒で出すっていうのはまたすごいですね。もう西岡は取り返すことができませんでした。いやーこれはすごいな。シュートボクサーがまたもや投げられてしまいました。ただまあこれね、そのすごいすごいとね、お客さんのような感想を述べちゃいけないところなんですよね。シュートボクシングの選手が投げられて破れるということはね。ジャッジ東30対28青町田、ジャッジ津山30対28青町田の勝利です。ジャッジ若林30対28、判定は3対0、ジャッジは3名とも30対28で町田を支持しました。やはり3ラウンド残り10秒でのあのバックドロップ、はい、このシュートポイントでもう勝負は決まりました。町田選手はね、いや本当にうまいですよ。そのリングの中でのコントロール、だからキックボクシングのリングならキックボクシング、シュートボクシングのリングならシュートボクシングで勝つというね、はい、これすごいですね。